ごきげんよう。バケツの水も凍る寒い5月の朝、それでもぼっちは今日も飛ぶ。今回の動画はただひたすら水路の上を飛ぶだけ。そう、これだけの距離を一人で手入れした自分を褒めてもらいたくて、そしてねぎらってほしくて、でもって同情してもらいたくて、そんなかわいそうな我が家の単語に誰か U字工を入れてくださいただで、銭は払わんで。やや本気な冗談はさておき、このまま映像だけ垂れ流しにしてもいいけど、それではただの拷問に等しいので、ここは一つ面白い話でも織り交ぜながら最後まで見ていただこうと思います。面白い話、面白い話、特にないな。よし、それでは妬みとそねみを込めてノーカールある言ってみよう。ノーカールある、ワンマン経営なので癖強め。ノーカールある、トラクター大きくなると態度もでかくなる。ノーカールある、とりあえず否定から入る。ノーカールある、親父は見るけど息子見えない。ノーカールある、農家はその辺にゴミ捨てる。ノーカールある、あなた運転免許持っているのかい。ノーカールある、息子の意見はまず聞かない。ノーカールある、息子に言えない不満をよその息子にぶちまける。ノーカールある、親父みんな病気持ち。ノーカールある、誰かが亡くなると異常にハイテンション。ノーカールある、先人の知恵より YouTube。 いろいろありますでしょう。農家、農家の闇は深いのです。まだまだあるあるあるけれど、これ以上言ったら消されるから、続きはまた今度。ここからはバチクソに生き生きしていた20代から少しくたびれた40代に突入して感じたことを恥ずかしげもなく言ってみよう。お兄さんからおじさんへクラスチェンジすると、寝起きの第一声がいたたたた。お兄さんからおじさんへクラスチェンジすると、嫁子への朝の挨拶はおはようではなくて、いたたたたが先に出る。お兄さんからおじさんへクラスチェンジすると、着衣から雑巾の匂いがする。お兄さんからおじさんへクラスチェンジすると、直射日光を浴び続けると口唇ヘルペス出る。お兄さんからおじさんへクラスチェンジすると、パソコン起動すると自分がシャットダウン。お兄さんからおじさんへクラスチェンジすると、生活リズムがジジババカ。お兄さんからおじさんへクラスチェンジすると、政治に関心を持つようになる。お兄さんからおじさんへクラスチェンジすると、腰回りに走行が追加される。お兄さんからおじさんへクラスチェンジすると、ピー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 。いかがだったでしょうか。皆さん当てはまるものありますね。あ、り、ま、す、よ、ね、あるといいね。はい、こうして水路は続いていくのです。まだ尺が残っているな。よし、スピードアップだ。初めから早送りでやった方が良かった。
ここまで最初から見てくれた人、ありがとう。そしてもうすぐ終わりだよ。はい、川に出ました。こうして水路の水は川へ流れていくのです。水路にゴミ捨てるなよ。